皆さん、こんにちは。政治家の不祥事といえば、男性政治家が多いイメージですが、実は女性政治家の不祥事も意外に多いものです。内容は様々ですが、今回は女性政治家の不祥事を紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。1. 豊田真由子、東大法学部卒、厚生省、国費留学でハーバード大学を出た。豊田真由子さん、その後結婚し自民党から国政に出馬した結果当選、衆議院議員になりました。順調にエリートコースまっしぐらだった豊田さんだったのですが、ある一つの出来事で人生が一変します。2017年に週刊新潮が政策秘書の男性への暴言暴行についての音声を公開したのです。その音声には、このハゲ違うだろ、鉄パイプでお前の頭を砕いてやろうか、うん死ねば生きてる価値ないだろう、もうお前とか、などひどい暴言でした。このような暴言を吐くことになったきっかけは、彼女が支持者に送るよう事務所スタッフに指示していたバースデーカードにミスがあった事実が発覚したことでした。そのためミスが発覚した翌日、被害者である制作秘書の男性に、鉄パイプでお前の頭を砕いてやろうか、お前の娘にも危害が及ぶと罵り、暴力を振るったのです。しかし実際のところ、バースデーカードの件は制作秘書自身のミスではなかったのでした。あまりの罵詈雑言だったため、恐怖を覚えた制作秘書はその翌日から万が一に備えて社内の様子を IC レコーダーで録音することに。そこで録音されていたのが、ハゲ違うだろうといった暴言で、ネットで公開された上、テレビでも繰り返し流され、すっかり有名人に。その後豊田さんは体調不良を理由に長期入院となりました。制作秘書には暴言だけではなく暴力も振るい、顔面打撲症、左上腕挫傷などの診断書が出されており、豊田さんから暴行を受けたとして埼玉県警に被害届を提出。それを受理した県警は豊田さんから事情聴取し、その後傷害と暴行の疑いで書類送検されていますが、不起訴処分となっています。退院後会見を開いた豊田さんは、事件の当初より体調をかなり崩していたんですけれど、報道後大変お恥ずかしながら心身かなり故障いたしまして、医師の判断によりまして予想外の長い入院となってしまって、こうして謝罪をさせていただくのが大変遅くなりました。その点についても重ねてお詫びを申し上げますと謝罪。そしてどんな事情があったにせよ決してあってはならないと話し、どうしてこんなこと言っちゃったんだろう、どうしちゃってたんだろうと反省の言葉を述べていました。制作秘書に対しては騒動後詫びを入れていたとも明かしたのですが、制作秘書の怒りは相当だったのか、週刊誌に暴露してしまったようです。その後は弁護士の先生も交えて対応をしていると話していました。このように謝罪会見を開いたのですが、世間は納得せず、結局自民党を離党、次の選挙では落選しました。事件から3年後インタビューを受けた豊田さんは、当時のことはパニック状態で記憶が定かではないと話しています。そして体調不良で入院した先は精神病院で、意識のある時はずっと死ぬことばかり考えていたということなので、うつ病を患っていた可能性が高そうですね。そして同時期から今度は政治家ではなくタレントやコメンテーターとしてテレビで活躍するように、フジテレビ系バイキングにゲストコメンテーターに出演、官僚時代に感染症対策などを担当しており、新型コロナウイルスの分かりやすい解説でイメージを一新し、説得力があると高評価を得ました。その後続々と報道番組や情報番組へのオファーが相次ぎ、現在では朝の番組に出ていることも多くなってきましたね。出演当初はいろんなことを言われたそうですが、今では売れっ子
コメンテーター&タレントとして活躍されています。復帰できたことについて、仕事も人生もとにかく地道にと明かしており、トヨタさんのしたことは決して許されませんが、現在このように活動できているということは、しっかり反省し努力してきたことを世間が認めてくれた証なのでしょう。2. 今井絵理子、元スピードのボーカルとして一世を風靡した今井絵理子さんが選挙に出馬したのは2016年でした。プライベートでは2004年5月に稲子ライダーの翔吾さんと結婚し、長男を設けるも2007年9月に離婚を発表。長男の親権は今井絵理子さんが持つことになりました。そんな長男には耳に障害があり、聴覚障害者であることを発表。出馬した理由は、障害者に対する差別や問題に多くの目を向けて欲しいと思ったことや、障害者を持つ親を助ける政策などがしたいという思いからでした。当時はシングルマザーで障害者の子供を持つ人気歌手が出馬するということで支持率も高く期待が持たれましたが、今では嫌いな女性政治家第1位に輝くなど散々な結果になっています。そうなってしまった理由には、今井絵理子さんがこれまでに起こしてきた騒動が要因になっているようです。2017年、週刊新潮によって神戸市の橋本健市議との略奪不倫が報じられたのです。記事によると、2人は新幹線のグリーン車で手をつなぎ、大阪府内のホテルで白いパジャマ姿の今井さんが市議と同じ部屋に消えていったとのこと。この報道を受け、今井さんは、私も好意を抱いていたのは事実ですが、橋本市議は法律上はまだ妻帯者なので一線を越えてはいけないと思い、きちんとけじめをつけてから考えましょうと申し上げました。そして今日までこの約束を守ってもらっていますと釈明。橋本市議も、本騒動は今井議員による略奪不倫ではなく、私が積極的に今井議員に交際を迫ろうとしたものであります、と今井さんをかばうコメントを発表しました。その後、今井さんはこの件がきっかけで1ヶ月謹慎となりましたが、辞任とはならず現在も議員として活動しています。一方、橋本市議も辞職することはなく市議を続けていたのですが、その後架空の領収書を発行していたことが判明し、懲役1年6ヶ月、執行猶予4年の判決を受けています。当時、架空の領収書を発行するように指示された印刷会社の社長によると、2014年から架空の領収書作成を指示されるようになり、合計194万円を受け取ったとのこと。さらに領収書の日付も実態と異なる日付にしたことも明らかになっています。橋本さんが騙し取った金額はおおよそ700万円と言われており、神戸市に対して弁償は済ませた上で市議会議員を辞職しました。そして2017年末の橋本さんは元奥さんとの離婚が成立し、2018年10月3日に今井さんのブログで橋本さんとの交際が報告されました。現在、私今井絵理子は元神戸市会議員の橋本健さんとお付き合いさせていただいております。昨年末に橋本さんの離婚が成立したとのご報告や、事件についての説明と謝罪など年明けから連絡を取り合っておりました。交際については様々なご批判等あるかと思いますが、それらは全て覚悟しておりますと堂々と交際宣言をしています。2024年現在も交際は続いており、今井さんの長男の送迎をするなど父親代わりのような動きをしていることから、2023年6月くらいから再婚するのではないかと囁かれるようになりました。しかし現時点で2人が再婚したという報告はまだなので、もう少し先になるのではないでしょうか。今井さんには不倫疑惑だけではなく、2023年8月に行われたフランス視察騒動もありました。国会議員4人を含む総勢38人の参加者が自民党費と自費でフランス研修に参加したというもので、3泊5日の日程で2023年7月下旬にフランスに到着。女性局局長の松川るい参議院議員が当時の様子を SNS にアップしたことをきっかけに騒動に発展しました。
その画像にはエッフェル塔の前でエッフェル塔を真似したポーズで写っていたり、今井さんが女性局メンバー38名無事にフランスに到着と投稿するなど、どこかの企業の社員旅行なのかと勘違いするようなものばかりでした。投稿した当事者は何の意識もせずアップしたと思われますが、政治部デスクは九州や秋田の豪雨災害対策で福島原発処理水の海洋放出問題など政治課題は目白押しのこの時期に38人もの海外研修とは SNS の写真を見る限りお遊び感覚としか言いようがありませんねと皮肉コメントを出しています。他にも続々と批判コメントが出されたことから、松川氏はすぐに写真を削除しましたが、後の祭りで炎上する結果となったのです。ようやく少しだけ収束したかと思われた矢先に、また今井さんがフランスで撮影したとみられる TikTok 動画がアップされ、火に油を注ぐ形になりました。日常で使える手話というテロップとともに3本の指で M の形を作り、マクドナルドと話す動画が投稿。背景の店舗にはマクドナルド D のロゴマークとともにシャンゼリゼ通りとフランス語で書かれているのが読み取れました。このほかフランス視察のテロップが入った動画も2本あり、今井さんがおすすめはありますか、取り皿をもらえますかなどの手話を紹介。これに対しコメント欄では、税金の無駄遣いの手話を教えてください、おすすめの就職先は議員さんです、鋼の精神力など批判や皮肉が再び殺到することになったのです。騒動後すぐに、無駄な外遊ではありません、旅費についても党の活動費ですから党の支出と参加者の相応の自己負担によって賄われていますと反論していたものの、後にこのような様子を見せられたら真面目に視察していたのかと思われるのも仕方ないかもしれませんね。このように未だに議員として活動しているものの、いろんな騒動を起こし市民から反感を買うことばかりしている今井さんは、今となっては嫌いな女性政治家になってしまいました。3、広瀬めぐみ。2024年2月28日にデイリー新潮にて、夫とは違うカナダ人男性と複数回の不倫が報じられた広瀬めぐみ参議院議員。記事によると、2023年10月、カナダ人男性と赤いベンツで東京歌舞伎町のホテルに入り、そのまま宿泊、退室2時間後に参議院予算委員会に向かったとのこと。その後地元の盛岡市内で取材対応し、報道を事実と認め謝罪しました。相手の方との関係については報道されている通り事実と認め、私の軽率な行動により、学生時代から私を支えてくれた夫を裏切ることとなり、また子供たちにも辛い思いをさせてしまい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。一生かけて夫と家族に償ってまいりますと鼻をすすり、涙ながらに宣言しました。その翌日、岩手県連から県連副会長の辞職の勧告を受け取ったとし、県連副会長を辞職したことを報告。議員辞職については、仕事で精進する姿を見せ、少しでも信頼を取り戻すことができるよう誠心誠意努めていくと否定。党から厳重注意があったものの、離党についてはございませんと否定していました。広瀬議員は不倫騒動だけではなく、今井さんと同様フランス研修にも参加しており、バッシングを食らっていた中の一人、今井さんと同じで、信頼を取り戻るのはなかなか難しいことだと思いますが、議員を続けていくということなので、世間に許してもらえるような政策をしてほしいですね。4、小池百合子。今話題となっている小池百合子さんの学歴訴訟疑惑、2020年に浮上し、一度は収束したのですが、今になって再び再燃しています。事の発端は、小池さんのプロフィールに書かれているカイロ大学文学部社会学科卒業という経歴が、実際にはカイロ大学を卒業しておらず、この点について学歴詐称が疑われる事態となったのです。さらにアラビア語通訳として活躍してきたことや、日本航空駐在員
ではなくただのアルバイトだったことなど、経歴もろもろにまでその疑義が及んでいます。そこでウィキペディアを調べたところ、小池百合子さんがカイロ大学を1年目に落第した、アラビア語通訳を目指していたと書かれていました。これを見る限り、カイロ大学は卒業しておらず、実際は高卒アラビア語通訳をしていたのではなく、目指していただけと解釈することができます。結果、小池さんが公式で発表されている経歴は詐称だと言われることになったのでしょうね。その後収束したかのように思われましたが、ここに来て元都民ファーストの会東京議団政務調査会事務総長の小島敏郎氏が、大学を卒業していない小池さんはカイロ大学の声明文を自ら作成し、疑惑を隠蔽しようとしたのですと文藝春秋に告発したことから疑惑が再び再燃。小島氏は高い倫理観を求められる弁護士でもあり、告発は非常に重い。これに対し小池さんは定例記者会見で、カイロ大学が自分の卒業を認めている、卒業を認める資格があるのは大学だけと反論しました。確かにカイロ大学文学部日本語学科長だったアーデル・アミン・サーレハ氏は、1年時にアラビア語を落としているようだが補習でクリアし、4年間で卒業していると日本のメディアの取材に回答しており、同大学が小池さんの卒業を認めるコメントを発表しています。なぜこのような食い違いが起こるのかと思いますが、エジプト政府の機関で働くジャーナリストは、当時小池さんが通っていたのサダト政権ムバラク政権下において多数の不正卒業証書が発給されたと指摘。続けて、金やコネでカイロ大学の卒業証書を手に入れることは十分あり得る、日本の重要人物の関係者ならば日本との関係を良くするためにエジプト政府と話してのことかもしれないと、やはり小池さんの学歴詐称を疑っている証言が出ています。しかし今度は告発した小島氏の嘘が判明したのです。小島氏は元都民ファーストの役職だったということで、すでに辞職しています。辞職後の告発だったことから、都民ファーストの役職をクビになった腹いせだったのではないかと指摘されましたが、小島氏は自ら辞めたと弁明。実際に都民ファーストの議員にその点について尋ねると、ことごとくメンバーや小池知事の政策の方向性とぶつかるようになり、みんなの総意で辞めてもらったと小島氏の発言が嘘だったことが分かったのです。結果、小池さんの経歴詐称を暴露したのはその腹いせである可能性が高まりました。小池さんが嘘をついているのか、小島さんが発言した内容は嘘半分事実半分といった感じなのか、真実は未だに分かっていないのですが、2023年11月にはエジプト時代に小池さんの同居人だった北原桃代さんからの証言も出ています。北原さんと小池さんは今から50年ほど前、エジプトの首都カイロでひょんなことから同居生活を送ることに、たったの2年間だったのですが、その2年間によって北原氏は生涯苦しむことになってしまうのです。なぜならその後帰国した小池さんがカイロ大学を卒業した再演として自らメディアに売り出していったから。しかし小池さんがカイロ大学を卒業できなかった経緯を同居人であった北原さんは知っており、唯一学歴詐称を知る意気承人となってしまったのです。小池さんがキャスターだった時代は小池さんらしいなと驚きながらも黙認してきた北原さんでしたが、国会議員になったと知り、公人の経歴詐称は許されることなのかと悩むようになっていきます。その後小池さんが大臣になり、さらに北原さんの悩みは深くなりました。黙っているべきなのか、真実を世間に伝えるべきなのかと周囲に相談するも、権力者を批判してもいいことはないや、小池さんの出世に嫉妬してるのと心ない言葉を言われたこともあったとのこと。北原さんがこのように悩んでいる間にも小池さんはどんどん出世していき、防衛大臣になり、さらには総理大臣候補だと報じられるように。そんな小池さんの最大の弱みを知ってしまっており、自分さえいなければ事実を知る人はこの世から消える
そう思うと次第に恐怖を覚えるようになったそうです。結果、北原さんは人前に出ることを極力避けるようになり、自分の住所を人に知られることを恐れるようになり、自然と交友は狭められていきます。何も悪いことをしていないのに、何かに怯え消極的に生きることを余儀なくされるようになってしまったのです。そしてその重圧に耐えられずに、文藝春秋に手紙を送ったのです。記者に改めて小池さんの経歴詐称について語った北原さんは、カイロ大学の入学について、お父さんとドクターハーテムが仲が良いから2年生から編入できるように今交渉中だから大丈夫と言ってコネ入学したことをあっけらかんに話していたことを暴露。また小池さんのアラビア語の能力についても、たまたま見た彼女のノートに書いてあったアラビア語は本当に初級も初級、たどたどしいものだったと明かしました。さらに小池さんはカイロ大学を卒業していると言い切っていますが、実際は本人がダメだったと言っていて、教授と交渉しても、あなたは最終学年ではないから追試を受ける資格がないと言われたと落胆していたと決定的な証言をしたのです。1976年10月に追試を受けてカイロ大学を卒業したと小池さんの経歴には書かれているのですが、北原さん曰く追試は5月で、発表は6月、10月から新学期が始まるということで、10月に追試を受ける事態がおかしいし、そもそも小池さんには追試を受ける資格がなかったため、経歴は嘘であると明かしています。その後働き始めたという小池さんは、カイロ大学卒業後に働き始めたとされていますが、実際はカイロ大学は卒業していないと北原さんは語っています。長年の苦悩の末、ようやく事実を明かした小池さんの同居人だった北原さん。暴露した小島氏の話の中には複数の嘘が判明していますが、北原さんの話は嘘とは思えません。そのため小池さんの学歴詐称は本当である可能性が高いと思われますが、本人が真実を語っていませんし、それに対しそこまでフューチャーされていないことに疑問を感じてしまいますね。この学歴詐称疑惑が今度どのような広がりを見せ、小池さんに影響していくのか、動向を追いたいと思います。5、河合案里。2021年7月、自民党議員だった河合案里さんは、夫である元法相の河合克行氏と共に起訴されました。案里氏は2019年参院選広島選挙区をめぐり、票の取りまとめを依頼する趣旨で、広島県議4人に計160万円、江田島市議1人に10万円を渡したとしています。現金の趣旨は、当選祝いや陣中見舞いと一貫して無罪を主張していた案里氏ですが、一方で県議らは参院選を応援してほしいという趣旨で、危ない、お金と思ったと違法性を認める証言をしました。その後、夫である克行氏と共に公職選挙法違反で逮捕、裁判が行われ、東京地裁判決は、克行氏が作成した現金配布先リストも踏まえ、買収の全体計画は克行議員が差配したと判断、県議4人への現金提供で克行氏との共謀を認定し、案里氏に懲役1年4ヶ月執行猶予5年を言い渡しました。克行氏による買収の意図を認めた上で、案里氏の積極的な関与を否定して無罪としました。案里氏はこの判決を受け、主張の一部しか受け入れられず大変遺憾とコメントしましたが、控訴はしませんでした。逮捕の3日前に文春の取材にメッセージを送った案里氏は、私たちは汚いお金で勝ったのではありません、私はそれを主張しなければなりません、多くの人が汚名を着せられるのを私はそのままにできませんとコメント。逮捕後、自民党を離党したものの、二階派に特別会員として席を置いており、逮捕以来132日ぶりである2020年10月27日に保釈され、二階氏との面会を望んでいるようですが、現時点ではかなっていないとのこと。裁判では決意表明なのか、議員バッジを堂々とつけ被告人質問に臨んだ案里氏、無罪を主張しているようですが、現在も公判は続いています。
現在は何をしているのか分かっていませんが、2022年1月久しぶりにアンリ氏の話題が出てきたと思ったら自殺未遂のニュースだったのです。2022年1月20日、東京都内の自宅で睡眠薬を大量に服用し病院に搬送。捜査関係者の取材で翌日にその事実が分かったのですが、命に別状はないとのこと。アンリさんはもともとうつ病を患っており、自殺未遂は今回が初めてではありません。睡眠薬を20錠ほど大量摂取したようですが、以前も同じ理由で救急搬送されています。もともとうつ病を患っていたアンリ氏は今回の事件を受け、さらに精神的に不安定になっていたと思われます。まだ判決は確定していませんが、有罪判決である可能性が高いということなので、現実を受け止めしっかり反省してほしいと思います。6、山尾詩織。小学生の時はミュージカル「アニー」に出演し、東京大学卒業後2002年に司法試験に合格し検察官として活動。2009年に衆院選挙で当選し政治家の道を歩み始めた山尾詩織さん。2017年に弁護士との不倫疑惑が週刊誌で報じられ、当時の民進党を離党して以降スキャンダルにまみれていくことになります。山尾氏の不倫相手とされたのは弁護士の倉持凛太郎氏だったのですが、当初は男女関係を否定。その後議員パスを利用して倉持氏の自宅で逢瀬を重ねたことが報じられました。また倉持氏と離婚した元妻が後に自ら命を絶ったという衝撃的な事実も明らかになっています。そんな山尾氏は2021年4月損害賠償請求の訴訟を起こされています。訴訟を起こした相手は2018年に離婚した元夫。訴状によると、元夫は離婚した際に親権を山尾氏、看護権を元夫が持つことで共同して子供の看護にあたることを取り決めたにもかかわらず、2020年5月に短期間面会して、以降山尾氏が子供に面会させなかったことなどから精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求を申し立てました。また元夫が家庭裁判所に対して面会交流事件として調停を申し立てたところ、山尾氏は不倫相手である倉持氏を代理人に立てたのです。倉持氏は元夫との離婚を決意する原因となって山尾氏の不倫疑惑報道の当事者であるにもかかわらず、弁護士として立ててきたことに関しては神経を疑われても仕方がないですよね。元夫側は話し合いの場を設けようと2020年調停を申し立てた際、山尾氏が代理人、弁護士として倉持氏と子供を合わせて父親との面会交流について聴取させたとしています。さらに倉持氏が面会交流について子供に話すと泣いていたと述べたとして、元夫は山尾氏が倉持氏を子供と合わせただけでも腹綿が煮えくり返る気持ちであるのに泣くような状況に貶めたことに激憤を禁じえないと怒りをにじませていました。これに対し山尾氏も戦う姿勢を見せましたが、裁判の結果がどうなったのかは分かっていません。山尾氏にはダブル不倫疑惑だけではなく、政治資金問題という不祥事も起こしていました。資金管理団体桜友会が2012年分の政治資金収支報告書に山尾氏から政治資金規正法で定める上限額を超える1114万円の寄付を受けたと記載したことや、山尾氏が代表を務める民主党愛知県第7支部が桜友会から2012年に10回にわたり計899万円の寄付を受けたと収支報告書に記載したにもかかわらず、桜友会側の収支報告書には5回分423万円分の寄付しか記載されていなかったことを2016年3月31日付の週刊新潮が報じました。第7支部は同じ2012年に年間230万円分のガソリン代を出費したと記載、同じ店舗で1日10万円分のガソリン代を出費するなどの問題箇所も指摘されています。その後の会見でガソリン代はプライベートで支出されたとされていましたが、料金チャージの形跡がなく支部と無関係に支出されていたことを明らかにし、すでに退職した元公設秘書が私的に流用していたが連絡は取れず、桜友会が寄付の上限を超える
寄付を受けていたことについては事務的ミスであると述べました。2014年の収支報告書の新築祝い名目で選挙区内の店舗に2万千円の支出についての記載があったことについては記載ミスと述べています。なお新築祝いの件については後に公職選挙法違反の容疑で刑事告発されましたが嫌疑不十分で不起訴処分となりました。山尾氏は再び記者会見を開きガソリン代の出費に関して元公設秘書側と真相究明に向けて双方の弁護士で交渉していることを明らかにし元公設秘書に対する法的措置も含めた対応を検討していると述べています。その後元公設秘書が2011から2012年の計217万円の不正請求を認めたことを明らかにしました。元秘書がすでに全額を弁済したとして刑事告訴は見送るとされています。山尾氏は元秘書の金銭授受問題で辞任した甘利明氏の追及メンバーだった当時秘書がやったことについて本人の責任が免れるわけではないと批判していましたが自身の政治資金問題については監督は不十分だったが国民の期待に応えたいと述べ政調会長を続投しました。ですがその後もガソリンプリペイドカードを50回にわたり計104万円分購入していたことが明らかになっていることから山尾氏のお金の問題については疑惑が残ったままとなっています。現在山尾氏は旧姓である菅野姓を名乗り菅野しおりとして活動しています。7石垣のり子元アナウンサーから立憲民主党所属議員となった石垣のり子さん。石垣さんの不祥事といえば政治活動家の菅野保氏との不倫が有名ではないでしょうか。2021年5月15日自身の私設秘書であり2019年の衆議院選挙時には選挙対策事務局長を務めていた菅野氏と不倫関係にあったと元夫から損害賠償請求訴訟を起こされていることが週刊誌で報じられました。記事によると石垣さんは元夫と2014年に離婚2016年には家事育児家計等々を分担した上での同居を再開しました。その後元夫は2018年12月頃から石垣さんと菅野氏が不貞関係を結んだと主張しています。しかし石垣さんは裁判の準備書面の中で同居はしていたものの元夫とは肉体関係は存在しなかったと内縁関係そのものを否定菅野氏との民法上の不貞行為は成立しないと主張しました。石垣さんは代理人弁護士を通じて菅野氏との交際及び交際時期についてご指摘の時期については私人であり回答する自由がありません等と回答しています。ですが後に週刊誌側はさらに取材を進めると菅野氏は石垣さんのほか2人の女性とも関係を持っており菅野氏の三股疑惑が報じられたのです。しかも菅野氏は過去に強制わいせつ罪で書類送検をされたことがある人物であることも判明しています。その後どうなったのか分かっていませんが石垣さんが元夫から訴えられた件については先日和解で終結しましたと報告しています。石垣さんについては不倫疑惑で世間を騒がせただけではなく過去には安倍首相辞任に関する発言についても話題になったことがありました。2020年8月28日当時の内閣総理大臣だった安倍晋三氏が持病の潰瘍性大腸炎の悪化を理由に辞意を表明した際自身のツイッター上で安倍氏を大事な時に体を壊す癖がある危機管理能力のない人物と評し自民党の選任責任を追及する発言を行いネット上で批判の声が上がりました。この件について立憲民主党代表の枝野幸男氏は私も適切ではないと受け止めたとコメントしさらにツイッターでも申し訳ありません執行部として不適切であるという認識を伝え叱るべき対応を求めましたと投稿しました。石垣さんはその後も投稿の真意を尋ねた報道機関への回答文書をツイッターに掲載するなどしていましたが28日深夜になり持病やそのリスクを抱え仕事をする人々に対する配慮が足りていなかったと反省しお詫びしますと投稿しました。31日
石垣さんはツイッターで立憲民主党の福山哲郎幹事長と長浜博行参議院議員会長より口頭厳重注意処分を受けたことを報告し、改めて反省とお詫びを表明しました。しかし世間の目は厳しく、まさに失言と言える発言でしたね。8、上西さゆり。大学卒業後、保険会社で2年間勤務し、その後美容関連会社に転職した上西さゆりさんは、2012年12月に維新の会から立候補した結果、復活当選を果たしています。そんな上西さんは2015年4月2日発売の週刊文春などが、同年3月13日に上西さんが病気を理由に衆議院本会議を欠席したことについて、本会議の前日に自民党の赤枝恒夫衆議院議員と共に居酒屋やショーパブをはしごしていたほか、翌14日、15日には男性秘書と不倫温泉旅行に出かけていた、などと報じました。4月3日、上西さんは当時、維新の会党首を務めていた橋本徹氏が同席する形で、記者会見を行い、欠席前日の12日に居酒屋などをはしごしたこと、15日に秘書と京都府宮津市を訪れたことは事実と認めた一方、12日に病院で診断書を書いてもらったものの、夕方には回復したと判断し、赤枝氏と会食したが、13日朝に体調が急変し本会議を欠席したと説明、14日は自宅療養し、15日に吹田市議会議員選挙の候補予定者の事務所議機に出席してから京都を訪れたが、目的は選挙で支援を受けた企業経営者との会食のためであり、旅行ではなく政務と主張。不倫報道についても否定しました。橋本氏は、上西さんが体調不良ではなく休養せずに不倫旅行をしていたという噂の証拠がないことは認めたものの、国会欠席前日に居酒屋とショーパブに行ったことが1年生議員としてアウトと非難し、上西さんに1回辞めて2年間3年間もう1回修行を積んで、次の選挙の時に一生懸命努力して、また維新の党から出てしっかりやればいい、だから1回どうですか、時間置きませんか、と議員辞職を勧告しました。しかし上西さんは、法に触れない限りは身分は奪われません、もうそれだったら除名で結構です、と拒否したのです。上西さんの言う通り、法には触れていないことが事実だったのかもしれませんが、週刊誌で報道されている以上、火のないところに煙は立たないって何かあったからこそ報道されたわけで、世間からすれば逆切れ議員として印象が残っていませんよね。そして4月4日大阪維新の会は、上西さんの言う通り彼女を除名、同日の維新の党も除名を決定し、以後無所属議員として活動しました。その後2017年9月25日に記者会見を開き、第48回衆議院議員総選挙に出馬しないことを表明し、28日の解散により失職しています。2018年8月16日には同年5月から芸能事務所に所属し、タレントに転身していたことを明かしています。国政選挙への再出馬については、環境が整えばと述べるにとどめ、早期の出馬については否定。タレントとして活動を開始した上西さんは、2020年1月2日に放送されたドラマ義母と娘のブルース、2020年謹賀新年スペシャルに出演し、女優デビューを果たしています。2021年5月には舞台おかめ八目に市議役で出演し、舞台デビューも果たすなど、政治家より芸能活動の方が向いているのかもしれませんね。9、地味花子。元小児科医で現在は自民党所属の議員として活動している地味花子さん。彼女はこれまでにいろんな騒動を起こしており、お騒がせ議員として知られている一人です。そんな地味さんの名前がメディアで注目されたのが、2020年の不倫疑惑でした。2020年7月29日の週刊文春に、地味さんが既婚者である橋本岳厚生労働副大臣と不倫関係に陥り、連日夕刻に退庁後、デートを重ねていると報じました。東京都のコロナ新規感染者が293人と過去最高となった同年7月17日の夜、
橋本氏が地味さんの住む衆議院麹町宿舎を訪れ、翌朝午前4時近くまで約7時間にわたって滞在していたことも明らかになっています。この報道を受け、当時の官房長官だった菅義偉氏は7月30日の記者会見で、加藤勝信厚労省が同日までに2人に注意をしたと述べました。しかしその後も納得するような声を得ることはできず、衆議院厚労委員会では橋本氏に事実関係の説明を求めましたが、橋本氏は答弁を拒否。地味さんも質問を受けましたが、橋本氏とほぼ同内容の答弁に終わっています。その1年後の2021年12月29日に橋本氏と地味さんは結婚。橋本氏と前妻の間に設けられた4人の子供を養子縁組したのです。初婚だった地味さんが橋本氏の子供4人を養子縁組し、自分の子供として育てていくことには驚きましたが、それだけ愛し合っていたのでしょう。不倫疑惑に関してはこれで収束したのですが、地味さんが結婚する前の2021年4月20日、今度は東京都の新型コロナウイルス感染拡大に伴うまん延防止等重点措置が適用されていた最中に自身の政治資金パーティーを開催していたことが判明。このパーティーには日頃国民へ向けて不要不急の外出や会合の自粛など行動抑制を訴えていた日本医師会の中川俊夫会長ら執行部役員が複数名参加していたことでも問題となりました。その他にも賃料収入が政治資金収支報告書に不記載だったことや、政治資金規正法違反疑惑、公職選挙法違反疑惑など、その後もいろんな疑惑が浮上した地味さん。公職選挙法違反では刑事告訴までされています。告発状によると、地味さんは2022年7月に行われた衆議院選挙でポテトメディアに選挙コンサルタント業務を約589万円で委託を受けた。ポテトメディアは選挙中を通じて動画の編集などの業務を請け負いました。しかし地味さんはポテトメディアに支払った経費を選挙運動収支報告書に記載していなかったのです。この事実に対し刑事告発をした上脇博之神戸学院大学教授は、業者が立候補者側から個々具体的な指示に従って裁量の余地のない状態で動画を作成した場合には、その業者に報酬を支払っても公選法はそれを例外的に許容しています。しかし業者が主体的裁量的に選挙運動の企画立案まで行って動画を作成していたら、その業者は選挙運動者になり、その業者に報酬を支払えば公選法違反の買収罪に該当しますし、その業者は公選法違反の非買収罪に該当します。ポテトメディアは主体的裁量的に選挙運動の企画立案を行うサービスを売りにしている業者ですし、作成した参院選振り返りレポートの内容を見ると、主体的裁量的に選挙運動の企画立案を行っていたことがよくわかります。だからこそポテトメディアに支払われた報酬はあまりにも高額すぎる、約589万円だったのでしょうし、それがバレないように選挙運動収支報告書に記載しなかったのでしょうと話しています。その後驚くべきことが起こったのですが、公職選挙法に抵触しているとして刑事告訴されている地味さんを岸田首相が大臣に入閣させたのです。これに関しては首をかしげる方も多くいたといいますが、地味さんの事務所に刑事告訴について質問状を送ったところ、これまでに捜査機関から何らかの連絡も受けておらず、刑事告訴の事実やその内容について確認し得ておりませんと回答。続けて当事務所の具体的指示に基づいて所要の人員を確保して、長期間にわたる広範な地域に及ぶ動画撮影等を行っていただいたものであり、業者が主体的裁量的に選挙運動の企画立案を行ったものではありません。公職選挙法の抵触性が問われるべき事案には該当しないものと資料いたしますと、あくまで公職選挙法に抵触していないと言い切っているようです。刑事告訴されているのは事実なのですが、地味さん側がこの事実を把握していないという内容は本当なのか、それとも悪いことをしているとは思っていないのかと神経を疑いますが、
これに関してまだ真実は明かされていません。そして最新の不祥事となったのがパワハラ疑惑です。このパワハラ疑惑については記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。疑惑が浮上したのは2023年11月15日の文春オンラインでの報道で、元官僚がジミさんのパワハラが原因で心身を病み退職に至ったことが判明したのです。元官僚によると、2020年夏から秋頃にかけて、当時厚生労働大臣政務官だったジミさんが官僚に厳しい要求を繰り返し、意に沿わない官僚に対しては言うことを聞かなければ飛ばすわよと言い放ったといいます。これについて記者がジミさんに尋ねると、事務所はご指摘のような事実はありませんと疑惑を否定していますが、元官僚はその他にもジミさんからパワハラを受けたことがわかる証拠などが出されているため、しっかり捜査して真相を明らかにしてほしいものです。10. 土屋美和。菅元首相とメル友で美魔女として知られている土屋美和都議会議員、そんな土屋さんに文春オンラインから2021年7月経歴詐称疑惑が報じられました。選挙前は自身のホームページやパンフレットなどでニューヨーク大学経営大学院修了と歌っており、スターンスクールの通称で知られる同大学は世界屈指の名門ビジネススクールとして知られています。土屋さんは都庁記者クラブの調査票にも2009年同学院を修了したと記載していました。選挙後も新聞などでそう書かれていたため疑う余地もなかったのですが、その後不可解な動きがあったことが明らかになったのです。告示前のチラシにはそう書いてあるのに、選挙広報では精神女子大卒になった、自身のホームページにも選挙前は明記していたのに現在は削除されていると自民党関係者からも証言が出ています。修士号をどうして隠すのかと不思議に思っていた文春はニューヨーク大学院に学歴紹介を依頼すると、驚くべき結果が返ってきたのです。ご紹介の名前と生年月日の人物はニューヨーク大経営大学院で学位を取ったり授業を受けていたりした記録はない、ニューヨーク大学の別の学部の卒業単位に含まれない授業を2007年に受講していました。ということは大学院を卒業していなければ通ってもいなかったということになります。そのため後に精神女子卒と書き換えたのでしょう。明らかに学歴詐称であることは否めませんね。土屋さんには学歴詐称疑惑以外に居住地をめぐり疑惑も浮上しました。事情を知る関係者証言によると、土屋氏は親と杉並区の実家で同居していました。世田谷選挙区から都議選に出る分には杉並区在住でも構わないのですが、自民党の世田谷からの候補者を選ぶ公募の条件が世田谷区在住でした。そこで土屋氏の母親が世田谷区の知人に懇願し、土屋氏の住民票を世田谷区内の知人宅に置かせてもらったのですと明かしました。事実、土屋さんは選挙前に住民票を世田谷区内に移しており、都議選でも選挙管理委員会に現住所として届け出ています。しかし地元関係者はその後も土屋さんが知人宅に転居することはありませんでした。選挙期間中も近隣住民がその姿を見ることはなかったとのこと。その後記者が土屋さんの現住所となっているマンションの一室の登記を確認すると、所有者は別人夫婦、間取りは 2LDK、 大人3人で住むには手狭であることは明らかです。これが本当であれば公職選挙法に触れることになるということで、記者が東京都の選挙管理委員会に問い合わせたところ、公選法235条は当選のために虚偽の経歴を公にした場合の罰則を規定しています。過去には選挙公報に虚偽事項を書いて当選無効となった事例がある。公報以外に自身のホームページやビラも対象になる可能性があります。また虚偽の住所を届け出た場合、公選法238条2の立候補に関する虚偽宣誓罪に該当する恐れがあり、場合によっては当選無効もありえますとのこと。その後学歴詐称や居住地詐称疑惑などについて本人に尋ねたところ、虚偽ではなく事実、学歴に関しては証明書も持っていると回答しています。
実際のところは明らかになっていませんが、現在においても議員活動をしているとなると、嘘がまかり通っているのか事実なのかというところですね。さらに土屋さんには元アナウンサーという経歴にも疑惑が浮上しており、調査したところアナウンサーといっても日本のフジテレビや日本テレビなどのテレビ局ではなく、時事通信社で放送されていた金融専門番組を担当していたことが分かっています。この疑惑についても真相は明らかになっていないのですが、この経歴も詐称であった場合、土屋さんは嘘にまみれた人物というイメージが定着してしまいますね。そして同じ世田谷区から4位で当選した自民党の小松大輔都議との不倫疑惑も報じられたのですが、現在それについて書かれている情報は全て削除されているため、真相は明らかにされていません。これだけ疑惑ばかりが浮上しながらも都議を続けている土屋さんのメンタルの強さには関心すら覚えますね。今回は女性政治家の不祥事について紹介してきましたが、いかがでしたか？男性政治家の不祥事ばかりが目立つ中、女性政治家も多くの不祥事を起こしていることが分かりましたね。その疑惑の真相は明らかになっていないものも多いですが、政治と金、政治と不倫などはっきりさせなければいけないものばかりなので、政府にはしっかり捜査をしてもらい、真実を明らかにしてほしいものです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。